東京スポーツレクリエーション専門学校講師の中塚です。本日はスポーツ科学についてお話しさせていただきます。主流になってきたのはもう本当ごく最近ぐらいで、私たちもこのスポーツ科学を始めたのが大体約10年前、やっぱり10年前とかはでさえもなかなかまだ受け入れられない時代でしたので、もう本当ごく最近になって受け入れてもらってっていう形ですね。下の PC の電源入れてよ。もう一回それ行き過ぎ。それで前に押してそうぐらいで、もうちょい上。思いっきり曲げて、もっと曲げて、もっと曲げて、キック、もっとキック、曲げて、伸ばす、最後ラストも曲げる、 OK。 これで今足の筋力ですね、ももの前と裏の筋力測ってあげることで、まあ、力がどれぐらいあるかだけでなくて左右のバランスはどうかであったり、あとももの前と裏の筋力のバランス見てあげると肉離れの危険性がどれぐらいあるかっていうのも、全てこの測定だけで分かってきますね。全身測ります。肩はどれぐらいかとかであったり、肘の力、足関節、足首の力っていうの、全身の力がこれ機械で測れます、ね、メインはやっぱり膝がメインにはなってきます。全員あれ触れる、ちゃんと列撃は完璧。多分合ってると思う。うん、いいよ、大丈夫。全員触れた、大丈夫。これも自動でやってくれるので、その間にマスクを。もっとグッと上げていい、グッ。これが全身持久力の測定になりまして、マスクから走っている時の酸素、どれぐらい酸素を体の中で利用しているかっていうのであったり、二酸化炭素をどれぐらい吐いているかっていうのを全部分析しまして、そこから持久力がどれぐらいあるかっていうのが全部評価できる機械になってきますね。まあ、そこにモニターに映っているのが酸素をどれぐらい体の中で利用していたかっていうのであったり、心拍数はどれぐらいかっていうのを全部表記しながら測定進めていきます。まあ、今持久力がどれぐらいあるかであったり、例えばランナーの人であればフルマラソンを走る時のペースどれぐらいがいいですよであったり、走りの効率なんかも見えるので、エコな走りをしているのかどうかっていうのも全てこの測定で分かってきます。シャトルランテストとかいろいろ持久力のテストあるんですけど、もうそういうテストは全てこれで測る測定値を推定するためのテストなので、もうこれで測ってあげるのが一番正確な持久力のテストになってきます。まあ、それこそ長距離のランナーなんかはこの数値っていうのはみんな知ってたりもしますし、まあ、持久力が必要な競技ですね。私が見てるところであると J リーグの選手であったり、プロのバスケットボール選手なんかはみんなうちでサポートしてる選手は取ってサポートしてますね。だんだんここからスピードが上がっていって、最後は走れなくなるところまで、オールアウトっていうところまで追い込んでいくので、かなりきつい測定にはなってきますね。
ですね、心拍数とか体の中で利用している酸素の量とか吐いている二酸化炭素の量とかで見てあげると体の中の今状態っていうのはある程度推定できてくるので、左側の上の紫のやつが心拍数表してまして、でその下の赤いのが体の中でどれぐらい酸素を利用しているか、酸素摂取量っていうもの。で右側の、黒いラインが、呼吸症って言って、まあ、体の中で利用してた酸素の量と排出してた二酸化炭素の量の割合で、オレンジのラインが換気量、空気がどれぐらい出入りしているかっていう。心拍数だけ見るともうそろそろ限界だなって思うんやけど、RQ のところ見るとまだ 0.93 とか 1.0 超えてないので、まだいけるなっていうところで判断してもらえる。まだまだ余裕でしょ。右側に今数値が出てるんですけど、一番上に今199って出てるのが心拍数。心拍数はもう結構高い位置までいってるんですけど、その下の真ん中のところに出てる RQ っていう値が呼吸症の値なんですけど、あれがだいたい 1.0 とか 1.1 とか超えてくると結構きついところのラインなんですけど、まだ1超えてないので、心拍数は上がってるんですけどそっちが上がってないので、まあ彼はまだ走れるな。よし、あと10秒、頑張れ、10秒、いけるよ、いけるよ、走るぞ、5秒前、3、2、1、いけるよ、いけるよ。今からジャンプですね。ここからもう赤外線が出てますので、その赤外線の遮断とかそういうもので高さ設置している時間とか、飛んでる時間が分かると飛んで高さが分かるので、計算式でそういうものを全部測ってます。どんなパターンでもできるような、ジャンプもいろんな種類があるので、もういろんな種類のものを測れますね。今これで足の素早さ、敏捷性がどれぐらいあるかっていうのも測れますので、でも結果もリアルタイムに出てきますので、もうすぐにフィードバックして何が良くて何が悪いっていうのも。このジャンプのパワー発揮っていうのが足の速さとかにも関係してきますので、もうそれこそサッカーであったり陸上の短距離の選手なんかもこういうジャンプっていうのは必ず必要になりますので、まあ、ほぼほぼ全ての競技で必要な能力にはなります、まあ、やってるのも一つ一つ全力で応援してもらえるのでやってる方もやっぱり辛いは辛いんですね。全力を出すっていうのは辛いので、やっぱりこういう測定する人たちがちゃんと盛り上げてやってあげると、まあ、楽しい方が絶対力は出るので、まあ、そういうところも学生たちには学んでもらいながら、まあ、これが測定じゃなくてトレーニングの指導であっても掛け声とか変わらないので。